こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。YouTube で稼ぐ3つの方法、ねえー。YouTuber になって稼ぐのは厳しいという話なんですけど、まあ、ちょうどね、会員さんから、まあ、YouTube でね、えー、だいたいチャンネル登録者何人になればいくらぐらい稼げますかという話をいただいたんですけど、まあ、そうそう単純な話ではないというのとね、 え、ほとんどの人が YouTube で稼ぐというと、まあ、YouTube の再生回数を伸ばして、それで、えー、広告収入、ね、動画を回って広告収入って形で考えるんですけど、それだけで、えー、専業で食べていけてる人っていうのはおそらくいないんじゃないかと思います。ね。で、これ本日 YouTuber の集いに行ってきましたというの、これ、だいぶ前の話なんですけど、 えー、まあ、YouTube の集いね、えー、チャンネル登録者数1000人を突破した YouTuber が集まる、えー、会合というかね、えー、セミナーというかが、が六本木ヒルズで開催されて行ってきました。その時ね、えー、まあこの集まってる人たちは、まあ、YouTube を大体3年以上続けた根気強い人と、まあ、私も含めてねで、チャンネル登録者数が1000人超えてて、えー まあ、招待というか参加資格があると。で、これね、おおよそ200人に1人です。YouTube 集めた、始めた人の中の200人に1人しか、この1000人突破できないと。ね。えー、1000人突破せずやめてる人は大部分。しかし、その時会場にいた80人の人、この中でね、えー、YouTube で年間300万以上稼げてる人って言ってね、えー、手を挙げたのはわずか3人。 200人に1人の関門を突破した80人が集まって300万以上稼げてる人が3人と。ね、もうこの時点でいきなりなんか厳しい現実を突きつけられてますよね。そんなもん目指しますかと。まあ、ちなみに、アマゾン輸出、まあ、あるいはセドリでも物販でもいいですね。セドリとか国内転売稼げないって言ってますけど、3年以上続けて200人中1人のね、 えー、成績を収めた人が80人集まったら、年間300万っていうか、多分ね、月間300万以上稼いでる人が、まあ普通に3人以上いると。ね。で、専業でやってきてない人は、えー、半分もいない。いや、半分じゃないかな。10分の1もいないと。ね。専業にできてますっていう。3年もやればね、そんな状態になります。それ考えるとね、YouTuber 厳しいなという感じですで。なんで厳しいかっていうとね、 まあ、一重に、手軽に誰でもできると。ね。何のハードルもなく動画上げりゃ YouTuber ってかね、誰でもできますで。誰でもできるからね、まあ、えー、まあ、つまんない動画上げてすぐやめちゃうとかね、えー、ずっと続けててもね、えー、ピントのずれた動画だと全然稼げないということになってきます。で、そもそも、このね、えー、一般にイメージする YouTuber っていうのは、まあ、トレンド YouTuber ってやつなんですけど、まあ、ヒカキンさんとかね、 え、この YouTube の集いの時の講師がメグウィンさんだったんですけど、まあこのタイプ。まあ有名なユーチューバーっていうのは大体このトレンドタイプですね。10万人以上。まあ、今や10万人では普通に100万人以上いますね。100万人以上のチャンネル登録者がいて、再生回数が動画上げれば100万超えは当たり前というクラス。で、収入はですね、実は広告収入っていうのは全体の3分の1以下。ね。で、 再生数に応じて YouTube からの広告収入と、それと企業とのコラボやタイアップ収入。まあ、これが非常に重要ですね。企業とのコラボやタイアップができない、えー、YouTuber は、えー、本業にはならない。稼げないです。で、まあ、有名な YouTuber になればね、オリジナルグッズなんかを作って、それを販売して収入も入ってくると。まあ、これが大体3分の1ずつになります。で2番目、ね、専門型、趣味型ね。ね まあこれもまあ10万人以上のチャンネル登録者がいて、再生回数が100万超えは当たり前のクラスと。ただし、ゲームとかね、メイクアップとか、子供が使うおもちゃとかね、釣りとか、何らかのジャンルに特化しているというのが特徴です。で、これ収入源はタイアップがほとんど。逆に言うと、いくら再生を伸ばしても、タイアップする営業力がないと稼げないと。企業とのコラボやタイアップ収入、再生数に応じた YouTube からの広告収入、 再生数が取れるドほど伸びないので、ここからの収入はわずかという形になってきます。この趣味とか、え、専門型になるとね。で、まあ、ユーチューバーというふうに言わないらしいですけど、私みたいタイプはね。YouTube を集客に使ってるだけと。このタイプなら稼げると。ね、ビジネスの集客型。自分のビジネスの集客に YouTube を使ってると。もう無名のユーチューバーね、いますね。YouTuber と言わないのか。えー、その辺のね、えー、 生体院とか、工務店とか、ね。まあ、職人の世界ほど YouTube 使ってる人が少ないんでね、YouTube を使うと集客がすごいしやすいと。YouTube ってのはご存知通りね、えー、Google なんで、えーまあ、非常に Google 検索と相性がいいとで。地域、地域に限定された飲食店とか生体院とかね、美容院でも利用店でも何でもいいですけど、えー、そういうところは YouTube を使うと ねえーまあ、かなり集客しやすいんですで既に自分がね何百万もあるいは何百時間何万時間かかけた知識とかねあるいは何千万もかけた店舗に集客するわけですから、まあ、気軽に始められないですよね、えー、YouTuber 気軽に始められても気軽に飲食店作る人って、まあ、あんまりいないんで、まあ、その作ったところに集客するって形だと y o u t u b e は非常に優秀ですでね 私が、まあ、オーストラリアアマゾン始まるまで何やるかというので書いたときにね、まあ、YouTube で本業に集客するというのを書いて、本業ない方が、まあ、YouTube って大体どれぐらい稼げるのかなというので調べて今回、えー、チャンネル登録者をね、えー、何人ぐらいすればどれぐらい稼げますかという質問をいただいたんですけど、まあ、単純にその広告だけで稼げるもんじゃないと。ね、逆に言うと、チャンネル登録者数を100万以上に上げて、で、 えー、YouTube の、ねえー、担当がくっついて、まあ、そこから企業でコラボするプロダクションを紹介してもらって、えー、そこに所属して、えー、コラボとかタイアップをするというところまでいかないと YouTuber では稼げないなら何かね、えー、本業がある方は本業の集客に使う本業のない方は、えー、独自ショップとか買取ショップのサイトを使って、えー、そこに YouTube の集客を使うというのがおすすめです から、ねまあ、YouTube って言っても、その u t u b e r ね人気の動画で何万も回してというのを目指しちゃうとね、えー、全然稼げないんで、えー、そうじゃない形で YouTube の使い方を教えてます。でそもそも、ね、YouTube を教えてますというか、ね、えー、転売のが全然簡単です、ね。3年続けて稼げないとか聞いたことないんで、えー、Amazon 室、ねえー、の方で、 集中するというのがね、一番のおすすめで。まあ、ただ今ね、えー、集中するといっても、オーストラリアアマゾンの FBA というね、待望の、えー、イベントが、えー、まだ今か今かと始まるのを待っている状態なんで、まあ、それが始まるまでのつなぎとしてね、えーまあ、何をやるかというところで、YouTube を使った集客という話を一つね、えー、別な記事というか動画でご紹介してるんで、まあ、それを見てね、えー、じゃ YouTuber で稼げるのかというふうにね、 ちょっと誤解させちゃったようなんで、まあその動画を、この動画をアップします。YouTuber で稼ぐのは、まあ難しいとかほぼ無理と。ね。そうじゃなくて、自分のショップ、独自ショップとかね、買い取りサイトに集客するか、まあ本業で店舗を持ってんだったらそっちの店舗に、えー、集客するのに YouTube を使うと。まあそうでなければ、ね、えー、物販、ね、特に輸出ビジネスに特化した方が、はるかに、 はるかにはるかにですね、ユーチューバーになって稼ぐのがオリンピックで金メダルを取るというので、えー、難易度だと考えるんであれば、ねえー、輸出ビジネスで稼ぐというのはね、えー、草野球で、えー、キャッチャーミットに、えー、きちんとピマウンドからボールを投げられると、打たれるボールとか打たれないボールとかそういう次元の問題じゃなくて、とりあえず投げられるというぐらいの難易度で、えー、全然稼げるというぐらいのね、 え、天と地ほどの差がありますんで、まあ、物販ビジネス、えー、はるかに稼ぎやすいです。YouTuber 目指すよりも副業であれば、えー、輸出ビジネス、始めてみてはいかがでしょうか。まずは、この、無料メールセミナーにメールアドレスとお名前を登録、お名前を記入して登録してください。以上、天場アカデミー、堀秀夫でした。